り2周の2コーナーにかかるあたりです。2番の野田と並走している4番の阿部です。少し車間を空けた5番の砂川は一気に仕掛けていこうという体制か、誘導員の後ろ6番の青山で変わりません。6番の青山後ろを見ている、まだ誘導員を使っています。5番の砂川も動かない。青山の後ろの並走はまだ続いている。5番の砂川が前に上がっていった、合わせて踏んでいく6番の青山。残りが1周です。6番の青山の先行になった。外まで5番の砂川並んできた。後方で2番の野田が落車。5番の砂川が先頭に立ちました。後ろは3番の鈴木達也が追っていく。さらには1番の鈴木康夫がこの後ろを追走していきます。4番の阿部もどうやら競争を中止しています。5番の砂川先頭、2番手少しもつれる感じ、3番6番と並走4コーナーから直線、砂川先頭、追うのは鈴木達也、砂川粘る、鈴木達也追ってくるがわずかに砂川か。